アトレティコ・オタワはカナダのプロサッカークラブである。オンタリオ州オタワを本拠地とし、ホームスタジアムは TD プレイススタジアムである。カナディアンプレミアリーグに所属している。2014年から2019年までオタワでは、オタワフューリー FC がアメリカ合衆国の US セル、プロフェッショナルリーグなどに参加していた。カナダ国内リーグであるカナダプレミアリーグが創設されたことにより、カナダのチームが米国リーグに加盟することによる諸問題のため2019年シーズンを最後にチームは解散した。この結果、オタワではサッカーのプロチームを失うこととなった。2020年1月、スペインの名門サッカークラブアトレティコ・マドリードとオタワの実業家、ジェフ・ハントがカナダプレミアリーグで初めてのチーム追加として参戦することになったと発表。2020年のシーズンから参加するこのチーム名をアトレティコ・オタワとする旨発表された。TD プレイススタジアムアトレティコ・オタワはオタワのランズダウン公園にある TD プレイススタジアムを本拠地とする。オタワレッドブラックスと共用する。ありがとうございます。